んか高いじゃん、所定高いから高い。なんかさ、地下鉄とかその路線で一日でこういい感じにこう電車乗って、うん、なんかちょっと楽しくできるような、ちょっと考えてみる、うん、ルート別に普通に乗るだけでいいんだけど。じゃあ、あれだな、仙台丸ごとバスだ。おお、なるほど、丸子、丸ごと、丸ごとパスだね。2日間の2,750円で、地下鉄とか JR 線とか、なんだっけ、ルンルンだっけ、観光地をいろいろ回ってくれるバスみたいな。それかからバスも乗り放題、マジで。それいいね。あと仙台空港鉄道とか、とかあれだな、ね、市営バス。市営バス。2,700円マジで。いや、じゃあ一泊して行くようじゃない。いつまでニートなの？じゃあマンボ終わったら行くわ。結構西の方だと山寺とかあるとか、うん。マジで。仙山線で。マジで。あとはあれかな、塩浜とかな、塩浜ってどこだっけ。いや、もっとあれだな、松島の前まで行ってた。マジで松島かな。仙台駅の周辺って感じじゃなくて、もう旅行がてらみたいな感じ使えるんだ、めちゃくちゃお得だね。仙台駅って言ってるけど、まあ、ちょっとその周辺の観光地行きやすい。本気で旅行行った人が使ってもめちゃお得だよね。そしたらちょっとプラッとしようかなだけじゃなくてさ、だから関西とかで例えば来てる人が来て、そこからそれ買って2日間回ってまた帰ってくるの結構効率かもしれない。すごいね、それだけ買って。飛行機代と丸ごとパスで、OK、今日何で来たの？今日新幹線、特典チケット、特典チケット、特典チケットとは、片道2300ポイントで、2300ポイントで、あ、JR E ポイントを使って、うん、使って、それで割引になる。マイルみたいな感じで、じゃあ貯めたら、そう、実際のポイントとはなんか、1ポイント1円の価値やなくて、もっと大きい価値で、そのポイント使って、その利用できるみたいな、そう。じゃあもう丸ごとその新幹線チケット代を JR ポイントで来たんで、すごいね。貯めた方がいい。ちょっと。なんか。デスカルとかでポイントカードもらえるから、それを、ページして、ポイント貯めて、後で自分のアカウントに紐付ければ、自分のところに入れちゃうとか。あ、そっちの方がいいかもね。なんか私、モバイルスイカの、それでもすごい。でこの間、ね、紐付けてもらって、一緒にやったじゃん。紐付けてさ、チャージしないと買い物できないのがすごい、その時ちょっと億劫になっちゃった時があって、その現金払っちゃったんだけど、まあ、今日は1万円使うぞって言って、1万円チャージして、まあ、買い物すればいいんだろうけどね。カード持ちたくない、増やしたくない時とかね。バーコードとかで、あ、バーコード出してる。今、クイカードとかもある。失礼いたします。原産ガーヨステーキですね。じゃあ、ここに。こちらにいるか？はい。すいません、置いちゃいますね。ホタテライスです。はい。はい、で、こちらが、チキンの包み焼きですね。はい。はい、このタイムかな。普通の揃いですか？はい。クレジットカードの、利用、公共料金とか、ビューカードに設定してるから、結構頼みやすい。どういうこと？ビューカードに、
セラビーポイントのたまるやつがついてる。他のなんかクレジットカードと同じように、なんか他の支払いとかでも、あ、そっかそっか、公共料金とか、そこに JRA ポイントが止まるような、あ、すごいすごい、あ、なるほどね、それ、そっか、例えば、Amazon で買い物するカードを、Uカードにするとか、楽天とかそういう、ネットの買い物もそうだし、カード出すときはUカード出せば、JRAも貯まる。そうそうすごいね。じゃあめだから新幹線来れちゃう。2300ポイント。2300。すごい。このが一つで400ポイントぐらい貯まる。あ、そこ他のやつも合わせて。そうじゃあ1年もしたら往復できちゃうわけ。あとなんかキャンペーンとかもあるんだよ。スーパーのキャンペーンとか、バイポイントみたいな。なんか当たったら1000ポイントくれちゃうと思って。はいはいはい。そういうのうまく使ってね。なるほど、勉強になります。1円とかの価値のポイントよりもなんかマイルとかそういうリアルポイントとかの方が得な感じ。1円以上の価値が作ろうかな、ビューカード、うん、いいね。10円カードっていうのだと、うん、あのおしぐれでポイント3本当にどうもドリンクボーないの3倍100円のお買い物して、3回必ず買い物して、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。勉強になるわ。そうだよね、普段電車通勤とかさ、何も交通手段、車じゃなくて電車使う人だったら絶対あった方がいい。損してるね。定期券とかでめちゃくちゃ貯まるシステム。あ、ちゃんと紐付けしっかりやれば定期券とかどう？マジ？それはスイカで定期券作るじゃん。違うんだ。モバイルスイカとかで定期券の機能を使って、それで、あ、そっかそっか。その支払いをビューカードにすれば、80% 還元できる。あ、じゃあ 100% で、うん、あ、カードの種類によって還元額が違うけど、はいはいはい。重要なのはこっちかな、うん、だってこ定期券とか使わない。さっきこの間駅ネットで初めて新幹線乗ったんだけど、めちゃくちゃ便利だった、うん、あれなんか IC カードで乗る。そう、ピーってやる。ああでも領収書が出ないのが。ああでもなちゃんとやればできるんだよね。あのなんか、うん、駅とかに新幹線の駅とかに設置してあるなんか、うん、IC カードをかざすと自分の座席とか乗る列車とかで出てくるやつが嬉しいとみたいな感じで、あれをやればいい。そう、それ見てきたんだけど、あ、じゃあもう分かった。新幹線を乗る時の駅ネットを使って、なおかつUカードで乗れば 10% のポイントが加算される。Uカードで決済したら、うん、あの上の 8% が取れて、はいはいはい、でそれプラスで駅ネットのポイント 2% 取れるとか 10%。 あ、じゃあもうUカードで窓口でやるより、ネットの駅ネットでUカード紐付けてやるとさらに 2% アップするけど、めっちゃお得やんこれ。回転しないハイボールですね。はい、
はい、すいません。はい、失礼いたします。ありがとうございます。1年間見てゴールドカードが 8% だけど、普通一般カード 3% っていう違いが。え、ゴールドカードどうやったらゴールドなの？いっぱい使えばゴールドになる。ただそれ、多分申し込まないと多分それはなんないと。じゃあ年会費を多く払ってるとゴールドか。年会費1万1000円とかで。なるほどね。で、スイカンカードは520円。あ、全然違うね。それもさ、いっぱい使う人だったらゴールドがいいんだよね。出張とかめっちゃ多い人はめっちゃ得になるんだろうけど、ね、うん、ね、難しいところだ、それは、うん、普通の人はエキネット使って、うん、中央服とか旅行して、うん、それで1回分その新幹線代風になったらいいかなっていうぐらいの気軽な気持ちでビューカード作ってチケット取ったらいいよってこと、うん、なかなかたまんない。なかなかたまんない。じゃあ2300ポイントで仙台から那須原まで来たの。そう、まあそれは距離によってまた違うんだけど、ポイント数が。そうなの。で、それすごいことってこと？いや、かなりすごい。だってめっちゃ貯めたんだ。6500、あ、そういうこと、うん、貯めた。ずっと使わないでいたら、あ、勝手に貯まっちゃってたんだ。毎月のその支払いもそうだし、うん、1500円が2300円になってくるから、あ、それすごいね。半分の1にはならない。めっちゃお得だね。そのでもビューカードで公共料金払ったり、ネットのショッピングしたり、うん、何かとこう店で出せば、うん、そんぐらい溜まっちゃうと思う、うん、じゃあ電車好きにはやっぱたまんないカード作ろう、うん、失礼します。レモンサワーでございます。はい、こちらでラジオの人前で、はい、失礼いたします。こちらは、はい、お伝えします。はい、すいませんです。いただけるようなお伝えくださいね。これね、こっちか、こっちか、これか、普通のこのポイントで言っても30% オフぐらいの価値っていうかなんだけど、もっと、あ、JR ポイント特典チケット新幹線イヤースペシャルでさらにお得ってことだね、うん、それぞれの新幹線の周年記念のやつを全部でやってるってことだね。今年は、うん、なんだろう、節目、各新幹線節目の年が、うん、そう、なんだろう、一軒来たっていうか、そうだよね、だからやってるって。なんかさ、電車の音をサンプリングした曲みたいなやつ流れてたよね。あれかっこよくなかった、うん、その周年記念の EDM みたいなのが流れてたんで聞いてみて、それすごいかっこよかったからもう今日で終わりなんだね。第一弾今日で終わりだけど、第二弾第三弾6月と9月から今年本当に全部やるんだね。詳細をちょっと勉強しないと、うん、今年いっぱい新幹線、今年ほらグランクラスで函館行くの今年やりたいから、まず、うん、夢叶えたいから、うん、4月ぐらいにやりたい、うん、酒飲みまくりの旅。これも普通車の料金を新幹線とか見つけてやって、 JR ポイント使ってグレードアップっていうか、そっかそっか、格上げっていうとかもできるから、普通の指定席の料金でグランクラスにポイントで格上げ、そうそうそう、めっちゃいいやん、マイルじゃん、やっぱり大きなマイルみたいなことをやろうとしてる時もやってんだ、めっちゃいいやん、うん、そういうグリーン車とグランクラスとかの格上げとかもできる、
JRE ポイントってさ、ニューデイズとかでも泊まる。そうだね。泊まるんだ。登録したスイカで支払えば、うん、ちょっと100円につき1ポイントか、200円につき1ポイントで1ヶ月か。そうなんだ。うん、泊まる。だってさ、田舎でさ、JRE ポイント泊まったのって、私ニューデイズしかない。それが、モバイルスイカでいいみたいな。たまにキャンペーンとかで、うんうん、その登録したスイカで1回500円以上買うと 何千ポイント当たりますよみたいな、そういうキャンペーンとかでやってた。そういうのをフルに使った方がいいかな。